さあ、ということで日本シリーズ終わりましたね。いやー、ほんと今年の日本シリーズすごかった。マジで面白かった。えー、第7戦まで行ってね、えー、阪神がね、見事日本一38年ぶりということでね、まあ勝ったんですけども、いやー、もう、 見てて本当に面白かった同じぐらいのレベルだとねやっぱね見ててほんと盛り上がりましたねはい毎年ねこういうようなねえー、接戦をねしてくれるといいなというふうには思いましたはいそしてですね本題なんですけどもえー、山本由伸が、えー、ついに、えー、来年メジャー行き決定と、えー、なりましたオリックスが、えー、ポスティングシステムを承認したということで 山本由伸がね、メジャー行きを決定したということで、第6戦だったっけな、えー、山本由伸先発して、日本最多のね、えー、14個の三振を取って、まあ、勝利投手になったということで、日本ではね、えー、もういろんな賞を取ったんで、 まあもう日本ではねやることがないということで本当ね日本シリーズの山本由伸もねいやもうあのちょっとびっくりしたのは130球超えてもマックスが157とか投げててマジでビビりましたね日本人メジャーリーガー結構動いてきました今週ですねあと大谷翔平がね FA ということで、えー、まあついにね全球団がね交渉に入るということでまあ大谷翔平には全球団が、えー、来るみたいらしいのではいまあこれがどこに行くかっていうところなんですけどもまあ大谷がね えー、行く球団として最有力候補は、まあ、ドジャースですよね。うん、ドジャース。カーショーだったと思うんですけども、えトミー・ジョン手術を受けて、復帰は来年の夏みたいらしくて、で、あとドジャース、まあ、先発陣がね、ちょっと今、崩壊気味らしいんですよね、怪我で。そうなると、まあ、すぐ即戦力で使いたいってなると、まあ、やっぱり山本由伸がね、ちょっと欲しい、えー、今結構動いてるようです。はい。 まあ、ドジャースはね、大谷と山本由伸ね、2人をね、両取ってい、えー、くんじゃないかっていう動きも出ております。はいまあ、山本由伸がね、えー、一番こう、目をね、えー、輝かせているチームは、やっぱりヤンキースがね、えーまあ、300億出してもいいということでね、まあ、日本にね、来てね、えー、かなり本当に山本由伸は素晴らしいピッチャーだと、えー、ヤンキースの GM もね、えー、言っていたので、まあ、できればね、僕としてはドジャースでね、えー、来てほしいかなと思っております。 まあ大谷と一緒にね、世界一をね、えー、目指して、ドジャースに来てくれ山本由伸待ってるぜ